特政寺は、茨城県桜川市真壁町古城にある浄土宗の寺院である。三号は連大山。陰号は地福院。遠徳2年、真壁城大手前の地に、特政寺は改装された。改装の当時は念仏堂程度の規模のものと考えられるが、江戸時代に入り、下野国大、沢村浄土宗円通寺の第14世以前、 連射両見商人の入山により、幕府より、国印地七国を救世られ自覚が認められて、今日の基礎が固まった。旧本堂は、第九世少連射両戦商人が発願、計画し、第十世、現連射両承商,商人の第、西暦1700年頃に完成し、以来昭和53年2月まで、約300年間にわたり、念仏の宝刀を伝えてきた。特寺は、 歴代住職が、競技旋布の傍ら近隣の指定教育に努め、学問の寺として親しまれてきた。特に第22世、開木連社、地上商人は40年間にわたり、数百人の教え子を持ち、その訓導を受けた人々が、各方面にて活躍した。昭和7年、第23世、恩連社、吉信商人はこの伝統の中で、 当時境内に林保館を設立し、大乗仏教精神に基づく青少年教育、社会福祉事業を推進し、マハヤナ学園、宿徳大学の創立者となった。第24世、白連社春河商人は終戦後疎開していた文化人を登用して、光明文化学園を開設し、信仰を中心とした総合的文化活動を約10年間にわたって展開した。 再生時には学生800人を要した。また、春賀商人は林保館幼児部をさらに発展させ、昭和23年の児童福祉法制定の翌年、保育所としての認可を受けて委員70名の私立、真壁保育園を発足させ、現在まで多数の卒園児を輩出している。本堂再建は春賀商人代、昭和54年11月3日、 春光楽景式が挙行された。ありがとうございます。